はいどうも、フメイダブです。今回ですけども、エルサラスキル1が鬼強いぞということで、ミキプルよりかもね、コイン稼ぎ力は強いんで、まあ、ちょっとその強さをお見せできたらなと思います。まあ、絶賛ね、記念セレボで復活中なんで、まあ欲しいと思ったらぜひ引いてください。ただ三が日あるんでお気をつけくださいという流れの中で、このツムはですね、重ね掛けが強いんですけど、まあ、重ね掛けやるとね、もう波ねスキルになるんで、強いんですよ。強いんですけれども、バラバラに使った方が、まあ、スキルが安定して回るかなと。思います。なので自分はこっちを推奨してます。はい、でこれはフィーバインですね。どう？あれ？ミスった。よし。また。重ねげやるとね、このままこうつなげられるのも強いっすよね。分割されちゃった。おい。なんでな。くそ。ミスってるね。いや、4000いかないんかい。ギリギリいけませんでした。まあ、こういうこともあります。ただ2プレイ目はもうね、4500枚とかいけると思うんでね。お任せください。もね、本当ね、強いっすね、エルサラ。かも基本的に、まあ、ペアツムはね、低スキルマジ強いっす。まあ、そこまでの性能のツムもいるんですけど、基本的にはやっぱ強いっすね。マジか。フィーバーインしよう。よし。やばい。ツムが少ない。
はい。集中しちゃって全然喋れませんでした。はい。やっぱ強いっすね。はい。この重ね掛け、あぶね。はい、ということで4500万円はちょっといきませんでしたけど、まあまあでもやっぱこんなこれぐらい稼げますね、まあ、平均で言うとまあ4000は、全然超えるかなという、そんな感じなんで、まあ普通に強いです。でワンプレイもやっぱミキプルと比較するとめちゃくちゃ短いんで、まあ効率はめっちゃいいなと思います。まあさすがにパイロットとかジョアンの鏡とか、その辺と比較するとまあおとりはするんですけど、お強いんでね、ぜひ使ってみてください。それでは最後までご視聴あざした。バイ。物語はいつも果てしない。